ゴジラドの時間がやっておりました。私ラサール石井です。そしてスクラブです。はい、ということでですね、番組に大変いっぱいおはがきが来ております。はい、本当に皆さんどうもありがとうございます。いくつか読んでみましょう。尼崎市の花田明則くん6歳から。6歳。はい、6歳の息子もゴジランドのおかげで。ちょっと待ってください。6歳が6歳の息子ってどういうことですか。お母様ですね。あ、書いたのはお母さんなんですね。6歳の息子もゴジランドのおかげで7時10分から目を輝かせて爽やかな朝の目覚めだったようです。母親の私としては、ラサール石井さんが真面目顔で体操しているのが一番楽しかったですが、これからも番組期待しています。あれなんか読み方がなんか終わったような終わらないような読み方で、びっくりしちゃいましたけど。終わったんです。終わったですね。はい、私にも一つ来ておりますね。岡山県倉敷市末政隆弘くん3歳。3歳から来ております。冒険ゴジランドを楽しく見させてもらいましたが、4人のお姉さんたちはゴジラについてあまり詳しくないのですね。ゴジラ映画をもっと見て勉強してほしいです。ゴジラ映画怪獣の特徴をデータで紹介、いろんな怪獣のナンバーワンを決定する怪獣データランド、なんでも一番。今回は大きな破壊力を持つ破壊怪獣ナンバーワンを紹介しよう。破壊といえばやはりゴジラ。強力な破壊力でビルを倒し、口から吐く放射火炎は街を焼き尽くした。第2位は3つの頭を持ち、ゴジラをも上回る破壊力を持つと言われた宇宙怪獣キングギドラ。引力光線にはさすがのゴジラも手こずった。そして第1位は我らがGフォースの最新兵器メカゴジラ。身長、体重、武器、全ての点でゴジラを上回るメカゴジラは正義の怪獣ながら絶対的な破壊力を持っている。破壊怪獣ナンバーワンはメカゴジラに決定。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。軸が美味しくなった新しいラッキー。軸が変わって美味しくなった。それ新しいラッキー。ミニもね。キノコの山に出た出た、イチゴのようなキノコだな、キノコのようなイチゴだな。新発売です。キノコの山のイチゴ味。更新生乱れ山美子、貴殿将来、俺様の声が出るぜ。白虎神拳大変形超貴殿中格納せよ、デラックス大無限。ゴジラ組の時間です。おはようございます。おはようございます。はい、そして拍手も。おはようございます。これは拍手が正しいでしょうか、博士が正しいでしょうか。博士ですね。博士の横に博士と書いてありました。これは失礼しました。さあ今日は国語の授業ということで、はい、皆さんに川柳そして謎かけに挑戦していただきましょう。まずは川柳からいってみましょう。ゴジラ川柳、ここにゴジラと書かれたフリップがありますね。ゴジラ、これを使って五七五に川柳にするとか、よくあるパターンでございますけども、例えばですね、ごっくんとジュースを飲んだら、らっきょう味。これは驚きますね。思いっきり飲んで、一気に飲んだららっきょうの味がしちゃった、困りますけども。さあ、こういう感じで作っていただきましょう。それでは、できた人は手を挙げてみましょう。どうぞ。はい。あ、出ました、歌丸さん。早いのが取り柄。はい。行きましょう。どうぞ。ゴジラくん、ゴジラくん、実行あるのみ楽勝だ。ああ、なるほど、さすがトップを飾るにはふさわしいね。綺麗にまとめましたですね。他に、はい、あ、じゃあ、はい、どうぞ。ゴミ拾い、うん、じっと見よう、楽しよう。意味がちょっとわからないんですけども、どういうことですか。ゴミは拾わず、人が拾ってるのをただ見てみよう、見ようと。さあ、じゃあ、はい、
はい、ごめんなさい、うん、じらしてしまってラサールさん。なんか俺はお前になんか、なんか届いたみたいだよ。え、何をじらしてるんだよ。じらしてしまってラサールさん、憎いじゃないですか。ちょっと、はい、もうありませんか。はい、あ、じゃあ由美ちゃんどうぞ。ごま塩の、あ、ごま塩の、憎いですね。ごま塩の、ごま塩のジンギスカンダランダララン。もう投げてますね。何でしょうそれは。何でしょうごま塩のジンギスカンというのは。他にありますか。もうないですか。はい。あ、じゃあ、お前今思いついたな今。今こうやって見て入ってこうちゃう。はい、行ってみよう。はい。ご用だぞ。ご用だぞ。住所を教えろ。ランダララン。いいねいいね。これはいい。あ、もう何でも面白いのになりました。ご用だぞ。住所を教えろ。ランダララン。あ、なんか目がつながったおまわりさんがなんか言ってそうだね。博士、あ、博士もやるんですか。変じゃないですか。今ヒーって驚いて、この辺がピクピクしてたじゃないよ。これが効かないのか、これ、ね、とっさに、とっさに考えたんですよ。だから考えたんだよ。ご隠居の、ご隠居のじいさん履いてるラクダのパッチ。失礼しました。あ、まあ真空状態になっちゃいました、スタジオね。はい、じゃあ続きまして謎かけです。いいですか。謎かけわかりますね。え、何々とかけて何と解く、その心はというやつで、まあ、やっぱりこれは焦点じゃないので一応怪獣番組ですから、怪獣番組ってことないですけども、ここにあります怪獣、これをとかけていただきますね。はい、何でもいいですよ。はい、はい、じゃあ今日何をかけますか。ゴジラと、あ、じゃあ、え、ゴジラとメカゴジラ、お、2つかけますか。はい、じゃあこれちょっとこう持ってやってみましょう、ね、はい、はい、ではどうぞ。ゴジラ対メカゴジラとかけて、うん、ゴジラ対メカゴジラとかけて、ブカブカの悲しみのゴジラと解く、ブカブカの悲しみのゴジラと解く、そんな心は、冬にはヒット間違いなし。おお、すげーですね。これはこれは番組で一番最後に持ってきたかったですね。はい、さあ続きまして誰か。はい、あ、じゃあ千春ちゃん。ゴジラ、あ、ゴジラ、じゃあゴジラちょっと持ってね。渡すんですか。そんなところで喧嘩してる場合じゃない。はい、ゴジラとかけて、ゴジラとかけて、金ちゃんと解く、あ、出た、金ちゃん、金ちゃんと解く、その心は、足が短い。おい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 、俺は知らないぞ。ここは編集で残すぞ。大丈夫かお前。私はとてもそんなことは言えません。大将またよろしく、よろしくお願いします。漬けになってしまったゴジラの復活はまだ遠い。さあ、ゴジラニュースの時間です。今日はどんな話題が出てきますか。今日はスクー、新しい怪獣をご紹介しましょう。今日はゴジラ対メカゴジラに登場する新しい怪獣を君だけにいち早く紹介しよう。まずは飛行怪獣ラドンが変身した怪獣ファイヤーラドン。口からはウラニウム熱線を吐き、翼から巻き起こる衝撃波は周りの建物を爆破する力を持っている。続いて今回物語の鍵を握る小さな怪獣がベビーゴジラ。人間に育てられたゴジラザウルスの子供ベビーは身長わずか1メートル64センチの可愛いやつだ。しかしまあ次から次へと脇役がいっぱい出てきますね。まあせいぜい頑張ってもらいましょう。ああ、あんたもね。ま、あ、ダーン、もう飛んでくるな。あんた無駄だ、私は悲しいな。あんたの勝手もうどっか行っちゃいよ。うるさいよ、大嫌いだったの。超バトルマシン登場。ゴジラの出現時ラドンが蘇る。そして今ベビーゴジラをめぐる戦いが始まる。世紀末最終決戦、ゴジラ対メカゴジラ。前売り券を買うとアクションゴジラがついてくる。ゴジランドクイズ。これはあるロボット怪獣の手です。破壊怪獣ナンバーワンに選ばれたこの怪獣の名前をハガキに書いて送ってください。
回のプレゼントはこちら、バンダイから発売中のベビーゴジラのソフトビニール人形を20名の方に、そして私たちも着ているこのゴジランドトレーナーを10名の方にプレゼントします。宛先は郵便番号 105-12 テレビ東京冒険ゴジランド、ゴジラクイズプレゼント係まで。明日の消印まで有効です。発表は発送をもって返させていただきます。おはがき待ってます。ゴジラ体操行ってみよう。悔しいことに僕に合う服がないから、いつもいつも裸だけど、僕は平和のシンボル。僕の自慢は口から火を吹き、暗い街を明るくする、とっても気持ちがいいよ。ラララ、何を言われてもへっちゃら、大空向かって唱えよ。だけどちょっぴり腹ペコさ、ゴジラとファミレと見てくれなんて関係ないないないすな。一日の始まり、ゴジラとファミレド、気ままに今日も生きてみたい、たいたい切な。夢なくさないために、というわけで今週のゴジランドは謎かけをやってみましたですけどもね、ちょっといまいちブカブカになったけど、爆笑というわけにいかなかったな、うん、博士も先ほどのお名挽回する自信作本当ですか。ここ披露させていただきたい。この笑顔がちょっとでかいですね、顔が。いやいや、もう私の方が前にいるのに遠近感がぐちゃぐちゃになってますよ。やるんですか。はい、じゃあぜひ。爆笑間違いなく、はいはい、どうぞ。はい、ゴジラ、ゴジラとかけてゴジラ博士、ゴジラ博士のトーク。はい、その心は謎に包まれたまま今週おしまいでございます。どちらもゴジランドに欠かせない。はいはいはい、さようなら。人気者ということで、次回はですね、ゴジラニューススペシャルをお送りしたいと思います。それではさようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。